はいじゃあよろしくお願いしますえー、今回は数3の定積分の部分積分法 ③ をお送りしますで前回に引き続き問題演習です今回にもありますのでまず1回ね動画止めていただいてぜひチャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします よししじゃあいきましょうで今回で、まあ、部分積分法シリーズは終わりで次回からタイトル変わっていくんですけど積分ってめちゃくちゃねその問題の種類というかがあってどれをね使おうかなって迷ったんですけどやっぱり個人的に定期テストのことを考えるとこいつとこいつのやり方は押さえておいてほしいこれはねできるようになってほしいっていうん、ね、で今回これを使いました。でちなみに1番に関してはこれ不定積分の時に全く同じのやってます。 もちろん1からいはないけどね不定だったからないんだけど同じのやってるのでもしかしたらねあれ見たことあんなって思う方もいるかもしれない。で例えばさその定期テストにしても、まあ、受験でもそうですけど見た瞬間に心を折ってくる問題ってあるじゃないですか。例えばねえっとさっきえっ、ー、とね何だっけ x ログ x か x ログ x 分の、えー、ログ括弧ログ x みたいなね あのね範囲、はい、なんてな1からじゃなかったいい、e、からか確かい、e、いからい、e、いの2乗だったする気がするこれはまあこういうのってさまあ、やり方知ってればねもろたって思うと思うんだけど知らなかったらさなんだこれって思うと思うんですよちなみにこの問題ってやり方知ってるとめちゃくちゃ速攻で終わりますこの2問より確量少ないからねこの問題に関してはでもこういうのってさ一見解けそうだよねそんな難しそうに見えない でも実際やってみるとで解説とかね今この動画を聞いてもそうだしみんながこの問題に出会って解説を読んでもああなるほどそれかそれだけそれやるだけなんだねみたいな思うんだと思うんだけど実際に自分でこうね手を動かしてやってみると解けなかったりしますだから勉強したと思ったんだけどテストの時に実際自分が解けないっていう問題に結構陥りやすいよねこの問題ってだから是非ねこれ聞いてもらった後に自分でもう一回解いてみてくださいそこがすごく大事いいかな で、まあ話を戻すとね、ログ X がいるわけですよ。で、ログは前回の動画でも、ちょっと消しちゃいますね。前々回の動画でも言いましたけど、お前は待っとけと。お前はまず、えー、他のやつを微分したものって見ると。で、ここに1がね、隠れているので、1を X を微分したものって見て、部分積分を使っていきます。じゃあいきましょう。まずはそのまんま入れますよ。X、括弧 えー、ログ X の2乗で乗あ1から e とまあログがあるときに1があるとありがたいですよねログ1入れたら0になってくれるからさで後ろです引くことのインテグラル、まあ、1から e でこいつそのまんまでこの子微分ですでログ X2 乗の微分は、まあ、まず2乗なので2が出てきますよねで2ログ X になるわけなんですがログ X の部分を微分したものを一回かけなきゃいけないので logx x 微分分すすると x 分の1ですつまりこいつを微分するとあごめんえっ、ー、とあいいんだん微分するあってる微分するとこうですねこうなるでもともとがいるからこうかけることで都合よく消えるんだよねこれはあありがたいというかうまいところで、まあ、2は前出しておきますけどこうなりますいいかなでえっと インテグラルログ X に関しては暗記してる方もいると思います。実際自分もね、現役の時暗記してましたし。で、えっと、一応暗記のやつは、スペースあったら書いとこうか。一応書いとくか。ログ X って、X、ログ X、マイナス X になります。積分すると。よかったら覚えておいてください。便利は便利。で、まあ今回はね、えっと、一応ちゃんとやっていきましょう。なので、青じゃねえわ。ちょっと、説明上、こう書こうかな。 この部分だけもう一回やっていきますんで今一回部分積分法を使いましたよねでログ、X、やるためにももう一回部分積分,ぶぶ積分法を使っていきますつまり2回使うっていうやつでこれも、えー、ここに、X、を微分したものが同じねかかってるって見て考えるとインテグラルじゃないね失礼。で、えー、ログ、X、1から e 引くことの えー、x そのまんま、logx 微分したもの、つまり x る x 分の1で約分されて1しか残らないんだよね。だから、インテグラル1、まあ、1書かないか。インテグラル dx になるから、ちょっとここはこれ、はしるよ。積分すると、こうなります。いいかな。これは部分積分法、丸1の時の動画で全く同じ問題やってるから、ちょっとそこで見て、詳しい方はね。詳しく知りたい方は。で、やっていくと、e を入れると、e、e-1 入れても0だから0。 引くことの E 入れて一入れるから E マイナス一とこうなるんで E は消えるけど一が残るからこうあ、これ繊維じゃダメだいいかな、つまり黒の部分ここねここは一になりますということがわかりましたごめんこれあの学校のテストで途中しかけていたのにこう書いちゃダメだよちょっとあの番書の関係でこう端折ってるけどいいちゃんとね、つなげて書いてね、本当はね でこっち側行きましょう。e を入れるとここが e になって loge の2乗これは loge って1だから1の2乗なので結局 e マイナス1入れたらねログがいる限り0なんで0で引くマイナス 2×1 だからここが2となるので結局答えは e マイナス2と入ってるから OK。これで終了となります。 スペースあるかから書いこうか、えー、インテグラルログ xdx、えー、は、えー、x ログ x マイナス x ちょっと不定で書いてるんですよ不定積分のあごめん積分定数の c 書いとこうね。まあ途中式書けってなってたらねちゃんとやる必要は出てきちゃうと思うけど覚えておくとね時間短縮はできる。 いいかなこの部分見てみると、今ね、過去が2個に分かれてるけど、同じ積分区間なんでくっつけることもできるので、x ログ x マイナス x になってるね。これ積分すると。ちゃんと x ログ x マイナス x になってるから。まあ、こういう感じ。いいかな。さあ <laughs> 1>, まあ1番はねまだ軽いんですよ2番のよね問題ああバージョン入るかなここちょっと不安なんですけどいきましょうえ x 乗コサイン乗、x、ですでこれは x2 cos っていう場合もあるまあ sin2 乗 x とかもあるんですが、まあ、この2乗パターンがめんどくさいでまずこれは変形から入ります変形で変形どうするかっていうと、えー、2倍角使ってください cos2 乗 x イコール2分の コサイン二 x プラス一です。これはもともとちょっと消しちゃうけど、えー、多分これで覚えてるよりも、コサイン二 x イコール。二コサイン二乗 x、えー、プラス一じゃねえや、マイナス一だ、ここは。こうだね。いて。これがよく、まあ、みんながね、教科書とか多分覚えさせられた公式で、これを変形したのがこれね。にマイナス一こっち持ってきて、両辺二で割るとなると。で、二倍角を使って、まずコサイン二乗、これに変形してしまいます。 いいかなで x 乗を配ってるのでこことここに配っていきます。でちょっとこれ2分の1先にやっちゃおうか2分の1に x 二乗を配ってるので2分の1インテグラル0から2分の π x 二乗 dx 今こっちですここの部分に x 二乗を配ったやつ。で次こっち側こっちねにかけましょうプラス。 え二分の一インテグラルゼロから二分の π のえっと x 二乗コサイン二 x dx といいかなでこっちはいいんですよ x 二乗なんて積分したら三分の一 x 三乗だからすぐね代入すれば出てくるのは分かるので問題が後ろですいい後ろ で、後ろをどうやっていくかっていうのがポイントで、これは X コサイン X、ま、x2 乗 cos2x かけたものになっていて、部分積分法を使っていこうと。で、どっちを、さっきやったログは残すんだけど、この場合は x2 乗を残します。cos2x を、え積、ー、と、えー、微分したもの変形、えっ、ー、と、微分したものと見てやっていくと。で、ちょっと色変えるか。こいつね。これ何を微分したものかっていうと、まず、 サインをね微分すれば cos になるから sin2x を微分すれば cos2x は出てくるだろうとただ問題がこれ微分した時に2が出てきちゃうのであそこ 2x になってるからだからそれを長尻を合わすために2分の1をかけておきますそうするとこれ微分すると cos2x に戻るだからそれを考えて部分積分法やっていきますじゃあですねえっとちょっと点線にしとこうかな 見にくいかもしれんけどみんなごめんよ。この部分だけ今計算考えていきましょう。入るよね。オッケーです。こっち行きます。じゃあそう考えたのでえまずはカッコ x 二乗そのねそのまんまこれ入れるから二分の一二分の一 x 二分の一 x 二乗 sin あこれも先が分かってる人はねえそれ書くのって思った方いるかもしれないけど許して説明書を書かせてで、えー、引くことのえっ、ー、とこいつ微分してこれそのまんまなんでねでこれ微分すると 2x になるので2と2分の1打ち消しましょう打ち消してえっ、ー、と xsin2xdx とこうなりますいいかな さあ、何が大変かっつうと、今、部分積分法一回使いましたね。これはまあ、公式使って変形して、部分積分法で、あ、ここで一回やりました。で、こいつをやるためには部分積分法をやりました。よね。やりましたが、あ、違うこれ使ってないよ。これ使ってなくて、部分積分法でも一回やりました。で、こっちはまあ、計算したらできるんですけど、ここですよね。ここでもう一回部分積分を使います。この sin2x をさっきと同じように、 微分したもので見ていいきたいとたとだまあ cos2x を微分すればサインに変わるのは分かるただマイナスサインになるからマイナスを長字で合わせなきゃいけないんでまずマイナスがつくさっきと同じく 2x を微分するから2が出てきちゃうのでそれも合わせたいから2分の1もつけておこうぜこれで微分すればサインに戻るだろうということでもう一回やりますこれちょっと問題の色がかぶりますけど許してということで今度ここですターゲットは。 ここをやっていきます。いいかな。じゃあその部分考えていくと、ああ、ああ点線はここまで伸ばさなきゃダメ。こっちだね。はいじゃ行きましょう。そのまんまそのまんまなので、えー、っとマイナス二分のまあ、ちょっとつけてマイナス二分の一 x コサイン二 x ゼロから 2分のとで後ろがもうこれで x 微分すると1になって消えるんだよね消えてこいつだけが残るから引くことのなんだけどプラスに変わってプラス2分の1インテグラル cos2x が入るんか 2xdx0 から2分の π。もう笑らしかない笑らしかないんだけどこれ本当によく出てくるからねこの問題。えこうなりましたと。はいで ちょっとこここの部分ねこれは普通にも積分できるので2分の 1cos2x を積分すると sin に変わりますただ2分の1が余計に出てくるんで2分の1は前につけようか4分の1に変えておきましょうはいということで <laughs> まずは、えー、とこの赤を出すためにここから計算していきますでこれはねこの問題はやっぱ0から2分の π が非常に見,見ます 多いでんで多いかっていうとそれをやってくれることでねすごく楽になりますすごく楽になるで何が楽なのかいきましょうまずこっちこれコサイン2 x からですねで2分の π 入れると 2x は1 8 0度になりますでコサイン1 8 0度ってマイナス1なのでまずここはえー、っとマイナス1で2分の π 入れてるからプラスに変わってるから4分の π かいいよねプラスに変わって2分の12分の π1 だもんね OK で引くことのなんだけどゼロ0があるからさこれはまあいいね0でこうなるで何が楽かっていうとねこの sin2x なんですよこれが超楽になるなぜか sin0sin2、えっと、分の π 入れると sinπ だよね sin180 って両方0なんですよだからこれ sin2x が入ってるところ全部0ですここここ0ここも0ですこれが楽なところこの問題のねつまり今ちょっと戻そうこれ後ろ0だったからね これを計算したら赤は4分の π でしたここねこれが4分の π だったのこいつ4分の π でもここ0って分かってるから結局この黒のところはいくつになったかっていうと大丈夫か大丈夫かあったよね合ってるマイナスがあるからここマイナス4分の π になりました見てここがマイナス4分の π となったとで <laughs> これ入んなくねえかあー待って分かった分かった分かった ここをスペース開けてここちょっとこうやって書かせて右入るもんね OK じゃあ戻りましょう本編にね戻ってこいつまずやっていきます積分すると3分の1が出てくるから、えー、6, 6分の 1x3 乗0から2分の π こいつねこれ今こうなって で後ろはプラス2分の1かける出したマイナス4分の π になってるんでマイナス8分の π となってます入れましょう入れるとまあ0はどうでもいいね2分の π 入れると <laughs> えっと8分の π だから 8, 8だから48かこれ下まって入ってない気がする π30 入ってるか入ってねえよな入ってないよねちょっと画面下げるのもありだな こっちえっ、ー、とこここねマイナス8分のこれまとめる必要あるまあ通分してもいいけどしなくてもいいよね。というわけでこれが答えですって言いたかったんだけどちょっと分かりにくいな場所がちょっと前失礼これはギリ入ってるか 入っってなかったのでカメラ下げればマイナス、えー、8分の、はい、ちょっときれたなこれ下げるよごめんねちょっとズルスすればこれはいっかこうしようこれが答え <laughs> でございます長く、えー、も時間結構経ってるよねきっとねあ16分か。 ちょっとこれは復習させてください。まあ、こっちはいいね。こっちはまあ今までやったと変わんないからいいんですけど、え、こっちはその部分積分法。まあ、こっちも2回使ってるんですが、これも有名な2回使うパターンです。まずは cos2x になってるので、2倍角ですね。2倍角の公式を使って、まず変形します。変形。で、2つに分かれるんですけど、こっちはいいと。これで終わりだからね。で、これが残ってるので、x2 乗の次数を下げたいんですよ。部分積分法のいいところって、その最初ね、 えと微分したものと残ったものがあるじゃないですか残った方って微分されていくからどんどん次数が下がっていくの2乗が1乗1乗が0乗って下がっていくからそれを使って最終的に積分がちゃんとすんなりできるところまで落としていく2乗だったから2回腐って落としていったんだけどでもまあさっきも言ってる全部は全部じゃないんですがやっぱり0から2分の π が多いですそれを代入すると今回は今回であればね サイン二 x が両方ゼロになってわかるので、そのとこ計算しなくていいじゃんか。まあ、それをうまく使いつつ、計算ミスを気をつけつつ、丁寧に一個ずつ。こう解いていってやってください。で、えっと、ちょっと余談が多くて申し訳ないんだけど、今回は。えっと、エックス二乗コサイン二 x を <laughs> やったのね。で、これ、エックス二乗コサインエックスみたいな。パターンも出てきます。これインテグラ、ル、同じインテグラルで。で、これどうするかっていうと、これスタートがここになっただけです。 この変形2倍角の変形が入ってないここスタート、まあ、2x じゃないけどだから同じように1回部分積分して1乗に落とすもう1回部分積分して0乗に落として最終的に答えを導く、まあ、やり方は一緒です流れは一緒2倍角の公式の変形がないだけだからねただね何度も言うけど本当このパターンこいつは特によく出てくるのでぜひ自分の力でね解けるようになるまで復習してもらって テストで出たらねほんとラッキーというか得点取れるその差をつけれるところだから是非得点を取ってきてくださいはいということでちょっと長くなりましたが今回は数んの定積分の部分積分法丸3をやらせていただきましたで次回はねちょっとまた違うものやっていきますのでよかったらまた次回の方も見てみてくださいでは今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました